はい、ただいま。和道グッズ完成したよ。和道グッズ完成したよ。いいだろ？どうよ、和道のセンス。どうよ。どうよ、みんな。かわいいだろ？ありがとう。なんでニコ生やめてたの？減らったから。なかなか良くない？つけてるつけてる、いいでしょ。女の子でもつけやすいでしょ、これだったら。はい、ワード2、匿名さんいらっしゃい。これが和道グッズ第一なんです。今彼女かっこいいでしょ。ほら、かっこいいでしょ。女性でもつけれるようにいいでしょ。これが和道クオリティですよ。いいじゃんいいじゃん、悪くないじゃん。100円もしねえわ。100円もするわ。逆だわ。もっと高えわ。めちゃめちゃ金かかってるわ。ふざけんな。もっと金かかるわ。100円で作れるわけないじゃん。はい、ダッサって言った人 NG でーす。さよなら。胸毛がキモい。はい、お前も NG でーす。さよなら。金色正解だったな。思ってたより良かったわ、出来が。思ってたよりかっこよかった。買い物から帰ってきたばっかで間に合って良かった。イエーイ。これは流行るぜ。はい、ワード2。はい、てるてる坊主さんいらっしゃい。長さ？長さこれくらい。ちょうど。ちょうどこれくらい。俺が今つけてる感じになる。女性だともうちょいゆったりするかな。思ってたよりかっこいい。いや、俺結構満足してるけど、この出来に。シンプルですごいいいなと思ってるけど。さっきまでワドン TS 見てた。あ、ありがとう。ね、いいよね、なかなかね。悪くないと思うよ。念願のグッズだからね。モンタンがつけたらどんな感じになるの？だって見せて。何？顔隠していいよ別に。首元見えないと。こういう感じ、女性だと。女性だとこれくらいゆったりしてる感じで、男だとちょっときつめ、タイトな感じ。別に女性でも変じゃなくない？見えてない。こういう感じ？いいでしょ？うん。サンキュー。うい。これ無料で配るよ。うん。キーホルダーぶら下げれてるみたいだな。お前 NG な。
これ無料で配りますね、僕は。ただ今回のは限定品だから、これはお世話になった人にしか配らないけど。これは世話になった人だけの特別のバージョンだから。和道クラブバージョンだから。これは市販、特別な人だけにしか配られない。いや、ただで配る。かっこいいでしょ？特別感大事だよな。そうそうそう。ゴールド、このゴールドバージョンは特別なリスナーさんにしか渡さない。ただだよ。ただ、あげる人は選ぶけど。基本的に俺はグッズは販売しない。ただで配る。全部。全シリーズ。ただ、気に入らないやつに買ってもらいたくないから、つけてもらいたくないから、気に入った人だけにただで配っていく。非売品だね、全部。俺は物は売らない。ダセーじゃん。俺配信で稼いでいきたいし。TMT じゃないでしょ。動いてるでしょ。なかなかクオリティ高いと思うけどな。まあこんな感じですよ。色付き丸メガネもうなくしちゃったんだよね。もうなくしちゃった。今マスク作ってるね。金梅が復活したやん。なんか新野鳥と絡んでたでしょ。いや、替えはダサいでしょ。替えはダサいでしょ。散々俺今まで世話になってきてんだから。散々ギフトだの、お金だの、もらってきてんだから。やば、与える側に回りたいでしょ、俺も。与える側に。まあ、原価結構かかってるよ。給料ぶっ込んだからね。初給料。だからみんなで同じもんつけてさ。一緒に頑張ってこうよっていうやり方がかっこいいじゃん。それがシンプルでいいなと思って。接待1個もらったんだけど、たくみさん何吸ってるか知ってる？あ、わかんねえわ。窓コロコロ変わるから。いや、売るのは変わんないよ。売るのはって、売らないよ。絶対売らない。俺が売ったら引退する。約束する。グッズは販売しない。それ断言するよ。配ります。その代わりね、なんか、もらった時になんか、気持ち振り込んでくれたりしたらありがてえけどね。今まで振り込んでる人とかプレゼントしてる人は別にいいけど、金持ってるんだったら、余裕あるんだったらちょっとくれるとありがたい。また作れるから。次のグッズ、モンタン何吸ってんだっけ。セッター、セーラム、セーラムだ。うん、ただだね。ただで配ろうと思ってる。だから俺がデザインしたんだもん。こだわったよ。だから俺が身につけたいものをデザインしてるから、自分が身につけねえもん売るとか考えられないでしょ。自分が身につけてるものをね、身につけるものほどちゃんと渡すべきですよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。